カッシーノはイタリア共和国ラツィオ州、フロジノーネ県にある都市であり、その周辺地域を含む人口約3万7千人の基礎自治体。県とフロジノーネに次ぎ、県内第二の人口を有するコムーネである。郊外にあるモンテカッシーノにはベネディクト会の著名な修道院があり、第二次世界大戦の激戦地としても知られる。フロジノーネ県南東部に位置するコムーネ。 ティレニア海岸のガエータから北東へ 38km、県とフロジノーネから東南東へ 44km、州とナポリから北北西へ 80km、州都ローマから東南東へ 120km の距離にある。隣接コムーネ隣接するコムーネは以下の通り、括弧内の CE はカゼルタ県所属を示す。かつてボルシ人の共同体カシヌムが近くにあったが、 ローマ人により占領され、以後ローマの都市となった。歴史的には長らく、ナポリ王国領の都市で、カンパーニアの古い行政区分である、テッラ・ディラ・ボーロに含まれていた。両シチリア王国領を経て、1860年に、イタリア王国への統一後もテッラ・ディラ・ボーロ県に所属していたが、ファシスト政権下に行われた、行政区画再編により、フロジノーネ県所属となり、 ラツヨ地方に含まれることとなった。第二次世界大戦時、ローマの南方を防御するドイツ軍の要塞線がカッシーノ周辺に築かれ、1944年にはモンテ・カッシーノの戦いでカッシーノの街は完全に破壊された。現在は1964年に再建されたモンテ、カッシーノ修道院、カッシーノ大学、フィアットの工場などがこの地にある。 1944年の戦闘で破壊されたカッシーノの町広域行政組織である山岳部共同体バレ・デルリーリ山岳部共同体を構成するコムーネの一つであるカッシーノには以下の分離集落があるありがとうございます